西武からの契約を拒否。国内 FA 権を取得している西武山川穂高内野手31が権利行使を検討していることが5日分かった。西武側はすでに代理人を立てる山川サイドに来季の単年契約を提示済みで、5日時点での返答はない模様。 FA 対象選手には年俸図を足す複数年契約の提示が一般的だが、今回は事情が違う。球団幹部はご想像にお任せしますと話すにとどめたが、今季成績不祥事の影響などを踏まえると減額が有力だ。最終的に権利行使となれば他球団が西武以上の評価をする可能性もある。ソースはあなたよ。山川よ、チュニドラに来い。そらそうよ。巨人行くの？巨人守れる場所ないだろ。単年提示までしたのか。西武はやることはやったね。単年提示って西武アホやろ。みそぎ済ませてランク下げて FA されるだけやん。せめてそれやって出てけってことやろ。ランクも B 調整はするだろうし。ドラフトで野手指名しなかったから山川残留とは何だったのか。